クロード・ルイド・サンジェルマン・サンジェルマン伯爵クロード・ルイは、フランス王国の将軍。1775年、フランス元帥に上された。クロード・ルイは1707年4月15日、ベルタンボウのシャトーで生まれた。彼は、イエズス会の学校で教育を受け、聖職者としての道を歩むつもりであったが、その直前に、フランス王ルイ15世により、将位に任命された。その後、 彼はフランスを離れたが、当時の風雪では、決闘が原因とされた。フランスを離れた、クロード・ルイはまず、プファルツ選帝公カール3世、フィリップの下で働き、オーストリア・ロシア・トルコ戦争において、ハンガリー軍に従軍して、オスマン帝国と戦った。1740年に、オーストリア継承戦争が勃発すると、バイエルン選帝公カール・アルブレヒトの軍に従軍。 その勇猛さで陸軍元水中将に昇進した。カール7世が亡くなるとバイエルンを離れ、プロイセン王フリードリヒ2世の下で短期間働いた。あと、ネーデルラントでサックス元帥と合流、少々に昇進した。その後、ローフェルトの戦い、ロクールの戦い、マーストリヒト包囲戦で活躍した。1756年に7年戦争が勃発すると、 中将に任命され、コルバフ派の戦いなどの戦闘において、同時期の召喚より、上の才能を示し、兵士たちにも敬愛されたものの、宮廷の陰謀や嫉妬と敵意に満ちた批判にさらされ、1760年に辞任した。続いて、デンマーク王フレデリク五世からの招兵を受け、元帥の職に就いたが、1762年に、デンマーク軍の改革で解雇された。 1767年、彼と彼の取り巻きは、ビルニッテ・ソフィー・ガベルを、デンマークをクリスチャン7世の公めか目掛けにしようと、した。その目的は、クリスチャン7世を、政治から遠ざけ、権力を、自らの手中に収めるためであった。しかし、彼女は、クリスチャン7世の性格を嫌い、その公めか目掛けになりたくなく、しかもカール・フォン・ヘッセン・カッセルに恋していた。 同年、アンナ・カトリーネヴェンテーンがクリスチャン七世の公やけめかけになったことで計画は失敗した。クロード・ルイはすぐにフランスに戻り、アルザス地方のラウテルバー川の近くで別荘を購入し、時間を宗教と農業に費やした。しかし、フランスの財政危機でデンマーク軍従軍中に貯金した財産をすべて失い、フランス戦争省からの年金に依存せざるを得なかった。 1775年10月25日、改革者のチュルゴーとマルゼルブの引き立てにより、宮廷に入り、ルイ16世により戦争省に任命された。クロードルイは戦争省として、士官の数を減らし、軍機を厳正にしようとし、プロイセン風の規律をフランス軍に導入しようとしたが、大反対にあって1777年9月に辞任した。彼は、 ルイ16世から4万リーブルの年金を受け取り、1778年1月15日にパリの軍事工場近くにある自宅で亡くなった。ありがとうございます。